さあ、では組み合わせが入りましたかね。ではウィナーズノーで第2回戦の第1試合、ボンチャンサガット対マイケル・ダンケン。さあ、ケンも荻攻めがかなり強いキャラなのでね、チャンスがあって投げとか大足食らったらそこから一気に試合の流れは変わりそうな感じがしますが、ボンチャンサガットのまあ守りを崩せるか。さあ、マイケル・ダンケン対ボンチャンサガット。さあ、お互い爆声球の打ち合い、ちょっとかっこいい。さあ、当然まずは球の打ち合いから始まっていく。まあ、ケン側はどっかで踏み込んで近づいていく形になると思うが、さあ、球打って打つと見せかけて一瞬待って、さあ、駆け引き始まっている。手配キャンセルタイガー。さあ、球を打ち分けて、おっと、おっと、今の竜巻は何かの漏れか。しっかりしゃがみ強パンチで飛び込む。さあ、セミに中足タイガーに。だがここはノーゲージだが昇竜で暴れていく。思い切りもいいマイケル探検。さあ、今の昇竜の切り返しは結構大きい。おっと、さあ、今うまく上タイガーに EX 竜巻合わせてきましたが、ガードが間に合う。さあ、これもセミの置き方がポンチャン下がった、非常にうまい。そしてタイガーディストラクションコンボに組み込む。さあ、一気に追い詰める。さあ、マイケル探検ここからどうしていくか。さあ、遠くで球打っていては勝負がつかないぞ。おっと、これはさあ、ジャンプ攻撃が使ったところに中足竜巻からの、しかし投げ抜け。さあ、 EX 空中竜巻引っ掛けて端に追い詰めたと思ったらなぜか左右が入れ替わっている。そして甘えた飛びにはタイガーバーカット。さあ、ボンチャンサガットがきっちりとまず1歩目を取る。さあ、タイガー打っていって、ステハイン。さあ、ステハインの置き方がうまい。ステハインに合わせてあのヘリ。さあ、マイケル探検どうしていくか。ボンチャンサガットは失礼に球を打っていく。飛びにはしっかりとアバカ。さあ、思い切って飛んでいったところはああいう形で落とされていくと非常に飛びにくくなる。その辺無意識もしっかり植え付けている。さあ、飛びが噛み合った時に限って垂直とかよくある。さあ、タイガーショット、タイガーショット。さあ、なかなか飛びが通らない。じわじわ。さあ、これも相打ち OK。 アバカだ。そしてグランドタイガーで距離を離す。さあ、しゃがみ強パンチ。ボンチャンサガットの要塞が硬い。さあ、マイケルダン、これを崩せるか。さあ、タイガーショット読ませない。そして自分の飛びはしっかりと通していった。強い。さあ、これはただただボンチャンが強いとしか言えない。見事に1試合目はボンチャンサガットが制す。あー、これはボンちゃんがお見事としか言いようがない。いや、ボンちゃん本当硬いですよね。ガードが本当硬いですよね。あー、硬い人多いですね、やっぱり。球のセンスとかもちろん対空精度もろもろがまあみんな使い手なんですけども、やっぱりね、こうしっかりとガードして固まって、でも抜けるところは抜けて、そして画面の取り方、その他含めてディフェンスという能力が非常に優れているのが印象を受けるボンチャンサガット。さあ、剣側を寄せつけない形で1試合目は取っていったが、さあ、2試合目はどうなるか。さあ、マイケル・ダンケン、今のを見てさあ、どう修正していくか。さあ、先ほど散々食らっていたセビを見て、今度はしっかりと移動投げ、この辺りは対応してきている。おっと、さあ、今度はセビンを見てから中足竜巻。そう、何度も食らってたまるかと。ここはきっちりと対応していくマイケル・ダンケン。さあ、今度は距離を取って球打ち合う。さあ、怖い。最強の体でボンちゃんですが、攻めても当然強いキャラであるサガット。この辺の緩急の付け方がサガットの怖いところ。さあ、球打って
プレッシャーをかけて徐々に前に出ていく。さあこれがプレッシャー。マイケン・ダンケンもリードしているが、その新技を取りはリアキャモンでしょう。さあ行くサード。さあ負けじと自分も少々前に出て陣地を取っていく。さあ中足でダメージを奪って、さあうまい、タイガーを攻めましてから夜投げ中断。今度はさすがに食らわない、バックスで回避して前中継、そしてサガットの血足差し込んでいく。さあこれはマイケル探検がきっちりと動きを修正して相手に対応してきているぞ。さあ面白くなってきた。ハングリーチャージ。さあ2試合目、さあ捨て牌体育、さあ本当捨て牌の打ち方も上手いですね。あれを普通、おっと、さあ今度はマイケル探検の飛びが、さあ通ったぞ。さあだんだん球のリズムが分かってきたか。さあやって飛びを通されると下がった側も球が少し打ちにくくなるはず。さあ行くつまき、さあここからしっかりと昇竜拳までつないでいく。そして画面端でさあ竜巻を出していった方がいいが、逆に自分が画面端を背負ってしまったマイケル探検。そしてさあ画面端でコンボを食らうか、おそらくこれはまだギリギリ残ると思われます。そうですね、ギリギリ残る。さあしかしグランドタイガーに引っかかってしまった。さあボンチャンサガット、これでマッチポイント。アイマク EX 波動拳、おっと強気、あやはやセリフさんを出そうかという勢い。さあ剣側も、おっとうまい投げて入れ替えて、さあめくり竜巻、井の投げはしっかりと抜ける、こういうところ抜けるのがさすが。さあ剣側もちまちまとダメージを奪ってるだけではなかなかやはり勝ちづらい体力のサガット。先ほどから剣側に置き攻めをほぼさまともにさせていないボンジャンサガット、多少くらいでもきっちりでしのいでいる。立ち壊しタイガー追っ払う。さあ屈伸、おっとここで飛びが通るぞ、大大移動投げ、どっちだ。さあここでこすっていた、肩丸と見せかけてこするときもしっかりこする、この緩急のつけ方。さあ切り返すボンジャンサガット、はい中継、さあ行く続き、おっとさあ何が動いていたか、小足からの勝利決めてどうする。ここはノーゲージアバカ、そしてだが2位はさあお見事。さあしゃがんでいて2位が1ヒットしなかったところに小足から冷静に EX 竜巻までつないでいったマイケル探検が見事に1試合目を取り返した。さあ1試合ずつ戦い取った、どうですか会場さん。まあボンちゃんが本当にその、まあ、距離に合わせた対空の精度の良さで、距離を空けてまた球を打って体力を徐々に奪いつつゲージを回収していく、でやっとの思いで近づいても、まあ、アパカがあるっていう逆にダックが待ってるっていう、本当に、まあ、サガットの理想的な戦い方でしたね。そうですね、しかしマイケル探検が、ね、見事に飛びを2回3回と、ね、やはり通していった、そのあたりのやはり読みが冴えてきたのが2試合目の勝利者勝因か。さあ面白いですねこのサガット剣対決、どちらも申し分ないハイレベルなプレイヤー。さあ1試合ずつ取って3試合目、さあボンジャンサガット対マイケル探検最終試合。さあ対側に、さあ剣側が今度はノリノリで前に出ていってる感じ、おっとさあ今度は投げが通っていく、剣側の投げが通ってとはいえあまりなんていうかサガットの力が減ってる感じがしない、おっとあの距離は大丈夫か。さあ遠距離で球を打っていく分にはサガットに分がある。さあチュアシャドウ、おっとさあジャンプ、さあ手身をためにいったがこれはしっかりガード。さあマイケル・ダンケンがかなり手堅く立ち回っているぞ。さあきっちりとされた剣はそれはそれで非常に面倒くさい。さあ今度も飛びが通る、
さあマイケル・ダン・ケーンさえ渡っている。さあリズムがつかめてきたか。さあ逆にボンチャン・サカット、おっと、さあ今度もタイガーショットにセビバマエステからの5番コンボ。さあマイケル・ダン・ケーンか。おし、さあしかし今度はこすっている。はい、さあ今度はグランドタイガーの出かかりを前中継で潰して、さあマイケル・ダン・ケーンがマッチポイントを奪う。アングリーチャージ、飛びが再び噛み合う。めぐり竜巻から竜巻つないで、さあ再び飛びが噛み合う。5番 EX グランドタイガーで追い払う。さあボンジャンサカット、高速力飛びを通されてしまっているが、今度は引きつけてタイガーバカット、そう何度も通すわけにいかない。さあ今度はおっと、こすっていたのを誘っていたが、さあ反撃ができず。さあボンジャンサカットは今度は逆にガンガン前に出ていくスタイル。そして相手の攻めの隙に EX グランドタイガー、さあ守っても強いが当然攻めても強い。さあこの辺りの手配、あっとこれはウルコムスか、 EX 対が2になってしまう。さあこれがどうなるか。さあ頭を打って、おっとしっかりと飛び、最後の飛びは引きつけてアバカ。さあ何度も飛びは闘志なるものかと、ボンチャンサガットが取り返して、さあファイナルラウンド、このラウンド取った方がみなし勝利となります。さあ一瞬待ってから後ろ投げが決まって、めくり竜巻中足 EX 昇竜拳、おっと投げはちょっと重ねるのが早かった、そこを見逃さない。ゲージを使って体力を奪っていく。さあしかし今度もセビに見てから中足 EX 竜巻、これは痛い。さあこうなるとサカット側もあの距離のセビが、おっと移動アパカ強気に出していって、さあしっかりと、さあ今リバーサルじゃないですね、きっちりと起き上がって振り向いてから出していきました。振り向きアパカ、なんという技術。さあ今の置き攻めを回避できたのは非常に大きい。さあボンジャンサカットがこのまま試合を取るか、それともマイケル探検取り返す。おっと、イクサド前中継、前中継、しかし立ち壊し EX 隊が、さあ負けていない。あっとー、最後の最後アバカコスリを呼んでいた。さあお見事、勝ったのはマイケル・タンの剣。いやー下に入る